徳新院徳新院明治26年1月3日は、江戸時代幕末期から、明治の女性。伏見宮正し高しの王女。一橋徳川家七代当主、徳川慶樹の性質。最後の征夷大将軍、徳川慶信の義祖母。名は、直子女王。幼少は、東名宮。徳川直子。 一橋直子。文政十三年、伏見宮十九代、定型新郎の王女として生まれる。母は、梅茂院、合田愛子。定型新郎の晩年の娘で、尊上運動を行い、吉信とも関わりの深い中川の宮は六歳年上の、老いである。天保十年、一橋徳川家当主、徳川慶寿と婚約する。天保十二年十二月二日。 京都から江戸へ降下して、婚礼を挙げた。喜びこと武器は数え19歳、直子は12歳であった。この縁組には、清水徳川や四代、最名の未亡人であった姉の栄子女王の仲介があったという。腰入れに際して豪華な長度が作られたが、この嫁入り道具一式をミニチュアにした、ひな道具も作られ、現在は、茨城県立歴史館が所蔵している。 高下4年5月、結婚して5年半ほどで、夫、刑事が放送により病没した。去年25、なお子は落職し、特診院の隠号を称した。一橋家は、末期王子の大有り徳川家成僧の維持、正丸が継いだ。しかし、万年齢で一歳四ヶ月の幼児であった。正丸は、一橋家の屋敷に入ることなく、わずか三ヶ月余りの八月。 尾張家の屋敷で没した。そのため9月、水戸徳川家成将の七男、七郎丸が、一橋家の養子となった。吉信と名を改めた少年は数えへ11歳で、経図上は、義理の祖母、孫の関係であるが、18歳の名子とは7歳、違いであった。安政2年12月、吉信は2歳年上への一条、ただかの幼女、美香と結婚した。 三河が自殺を図ったという噂が流れたのは、それから一年と経たない安政三年六月のことで、ある。松平義長の聞きつけたところによると、義信と直子との間の親密な関係を疑ってのことであったらしい。真偽は不明であるが、周囲は二人の関係をあり得ないことではない、と思っていたようである。安政五年、義信が将軍刑視として有力候補となると、 ある晩、食事を共にしながら、せっかく年頃馴染みたるものを、またまた外に移られんことはいかにも心細しと話した。これに対し吉信は、さまでにお申しめしさるるはありがたけれども、自分は、親しない気味のことは決してお受けせざる決心なれば、お心、安かるべし、ついてはさる仰せ出されのなきよう、前もてお断り申し上げおくべしと答え、 所情をしたためて、直子から大黒女に送ったという。将軍警視問題は、徳川義富を押す奇襲派の勝利となる。同年7月、義信は富士都城を咎められて、都城停止処分となり、さらに翌年8月に隠居、禁止を命じられた。邸内には、義信の正室の美華、五代正遺正室の誠順院もいたが、 当主不在となった一橋家を差配したのは、直子であった。吉信の近親は2年後に解除され、再び一橋家の当主となるが、ほどなく刑で活動することなり、江戸を留守にすることとなる。慶応2年8月、14代将軍家持が亡くなり、吉信が徳川宗家を相続する。一橋家に新当主として前、終わり藩主の茂英が、養子に決まるまでの4ヶ月余りも、 直子が実質的な当主の役割を果たしていた。慶応四年、江戸城明け渡しに伴い一橋邸を立ち抜き、何度かの転居の後、明治九年金市長に落ち着いた。明治十九年七月、直子は吉信の招きに応じ、汽車で静岡に向かった。吉信は、美香と共に、明治十年に母、吉子を招いた時と同様。 久能山東照宮や浅間大社を案内するなどして、もてなした。明治23年、一橋家十一大当主の立ち道と、吉信の三女徹子が結婚した。子供に恵まれなかったため、後に、三戸徳川家から宗隆氏が養子に迎えられ、吉信の孫の三木子が嫁いだ。明治25年の秋頃から体調を崩し、翌26年1月2日、帰篤に陥り、 吉信のもとに電報が発せられたが、明けて3日死去した。去年64、上野の両院の喜びこと武器の墓所に合葬された。ありがとうございます。